今日は OB 会長鈴木隆正さんにお越しいただきました。鈴木さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さんは年明けて最初のご登場ということでございまして、はい、まあ、なんと言いましても、まあ、年明けて一番最初の我々がもう顎を外したニュースは星野仙一さんがお亡くなりになったというニュースで、うん、まあ、鈴木さんもね、ドラゴンズホットスタジオをはじめいろいろなところでお話はされてますけれども、ね、まあ、あのドラジカラにお越しいただくのは初めてということで、まあ、今日またいろいろと星野さんの思い出も伺っていこうとは思うんですけれども、どうでしょう、まあ、亡くなってちょっと時間経ちました。ちょうどまあ半月経ったわけなんですけど、だいぶこう実感というか気持ち的には、あの受け入れることにちょっと時間かかりましたけど、うん、この間名古屋球場の献花台行って、まあ、花を、ね、手向けてずっとあの飾られてる写真ですか、はい、あれとずっとこう見合わせてて、あそこでやっと受け入れましたね。は、はい、ああいなくなったんだなっていうのはね、はい、今にも喋りそうな写真ばっかだったそうですね。あ、そうですか、はい、ということで、今日は鈴木さんをお迎えしまして、星野さんの思い出も含めてこの後7時までお付き合いをいただきます。よろしくお願いいたします。さあ、ドラジからまずはドラゴンズ情報からスタートです。今日は名古屋球場から伝えてもらいます。大沢弘樹アナウンサーです。大沢さん、はい、こんばんは、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日の合同自主トレなんですけれども、はい、ピッチャーのピッチングする姿が目立ちまして、ブルペンではですね、もう15人ぐらいですかね、今日入ってピッチングをやったということですけれども、はい、まあ、その中でも一番注目を集めたのはドラフト1位新人の鈴木博志投手が、まあ、ブルペンに入るのは今日で2度目だったんですが、はい、キャッチャーを座らせたのが今日初めてと、うん、初めてキャッチャーを座らせたのピッチング31球投げました、はい、で今日投げてですね、ちょっともう投げている途中に疲れを感じた、今日は体が動いていませんでしたということなんですね、で昨日自主トレ休みでした。で鈴木選手は、まあ、ルーキーということで今休みの過ごし方を考えているところなんですと、はい、で今日はちょっとあの体が動かなかったので無理やり体を動かそうとしてしまった分だけちょっと自分が思うようなボールは投げられませんでした、うん、今日振り返って31球は良くなかったですということを言っておりました。はい、で社会人時代にはもうこの1月中旬から下旬にかけてはもう普通にピッチングもしていたし、ええ、2月にはもう100球も投げていたので今はむしろちょっと遅めに焦らずに調整をしているぐらいだと思いますということを言っておりました、はい、今日はちょっと自分でも全然ボールがいっているっていう感覚はなかったですねという言い方をしておりました、ええ、で先ほど話に出た休みの過ごし方についてなんですが、はい、今日が合同実取りに入って休みは2日目、昨日が2日目の休みだったんですけれども、はい、前回の休みの時には体を休みだけれども動かして休日を過ごしたと、うん、で逆に昨日はですね、じゃあ体を動かさずに全く何もしなかったらどうなるのかと思って、昨日はもう完全に休んだということで休みの過ごし方は今手探りしている状態なんですね、はい、で今日やっぱり実際にやってみたところ完全に休むよりは自分は体をちょっと動かしていた方がいい形で次の日の練習に入れると思うので、うん、軽くジョギングぐらいでもやっぱりしていた方がいいのかなということをこの2日の休みで、自分は感じましたということで休みの過ごし方ももう勉強している研究しているという鈴木博志選手でした。なるほどね。ちなみにもう昨日はですね、栄の街をうろちょろしていましたということでもう完全に休養で何もしていなかったということで普段は6時ぐらいに朝起きるそうなんですけれども、はい、もう昨日は睡眠もですねいつもよりも2時間多く8時まで寝ていたということでもうちょっと生活のリズムを狂ってしまっていたので、1日に休みがあったとしても何もしないよりもやっぱり普段通りに朝起きる時間も設定して6時に起きて風呂に入ってストレッチしてっていう生活の方が休みの日でも僕にとってはいいのかもしれませんねという言い方を鈴木選手はしておりました。なるほど。でちなみにですね、あ、すいません、今日あの、はい、鈴木選手のボールの回転数の話になったんですが、はあ、社会人時代にはですね、はい、1分間の回転数が2400回ということなんですね、はい、でちなみにプロ野球のピッチャーの平均の回転数というのは2200回つまりもう鈴木のボールっていうのはアマチュア時代から回転数で言えばプロのトップクラスというボールだったんですね、ちなみに阪神の藤川球児選手が非常に回転数が多いということで、2700回を記録するそうなんですけれども、はい、鈴木選手も僕もあのダルビッシュ選手が2500回ということは聞いたことありますと、ただ僕としてはあの回転数考えて全然投げても来てませんし、うん、回転が悪くても打たれなきゃいいんですということを言って笑ってましたけれども、はい、いずれにせよですね、そういうことを
お、まあ、本人は気にしていないんですけれども、ボールの質という点では非常にいいボールを鈴木選手は投げているということのようですね。で、今日本人も幻想してね、あんまり良くなかったということを言ってましたけれども、はい、まあ、正直言ってね、あの素人目に見てたらですね、何球か、おー、さすがだなって思うようなボールはあったようにも感じましたね。なるほど。高松さん、はい、ね、ルーキー鈴木博士投手の話をまず伝えてくれたわけですけれども、まあ、休みの過ごし方、これ、まあ、キャンプに入ってもたった3日しか休みがないので、今からいろいろ試すというのはすごいいいことですね。うん、まあ、いい方向に行けばいいんですけど、話を聞いてて、その休む休まない、そういう癖を体に植え付けると、これまたシーズン始まると困るかなっていう心配もありますよね。そうなんですか。あと、ね、皆さんご承知の通り遠征っていうのもありますから、はいはい、ね、外へ行った場合自由が利きませんよって、ね、そういうのに支障にならなかったらいいかなっていうね。あ、まあ、探すこと自体はいいですよ、これはね、はい、なるほど。ということは、まあ、まだこれから先、いろいろなパターンをまたこう学んでいくということになるんですね。もう一言言うんだったら、もう投げるたんびいいとこ見せようと思ったら大間違いですよ。確かにですね、大沢さん。そうですね。はい、そう思います。確かに、ただ今日ボールを受けたブルペンキャッチャーの小山さんにも話聞いたんですが、はい、やはりまっすぐ自体は非常にいいなということを言ってました。で、今日はまだフォームとしては安定していなかったので、これからどれだけ、いいボールを投げてくるかという楽しみの部分が多いんだけれども、うん、やっぱりボールの質っていうのは非常にいいなと、本人はよくわからないっていう聞いては回転数ですね、回転数もやっぱり多いなということを感じたという言い方をしておりました、はい。で、小山ブルペン捕手のですね、同級生の方がヤマハで、今も現役を続けているそうなんですね。で、その人からですね、はい、鈴木はコントロールが悪いっていう情報が入っていたそうなんですよ。ところが今日受けてみたらコントロール悪いって聞いていたけれど、全然そんなこと感じなかったですねと。で、疲れもあって本人は納得いかないボールが多かったかもしれないけれども、やっぱりコントロールもそんなに悪くないし、ボール自体は非常にいいと、楽しみなピッチャーが入ってきましたっていう言い方を大山ブルペン捕手もしておりました。そうですか。しかしね、大沢様、やっぱりそれだけ回転数にこだわるというのは、やはりちょっとこう自分は抑えでっていう気持ちがちらほらと見え隠れしますような気がしますが、そうですね、やはりまあ自分の、ね、ポジションとしては本人の希望が、ね、抑えリリーフっていうことですからね、もちろんこのまま、まあ、うまくいったら、あ、中継ぎリリーフ抑えっていうことになってくるんですけどね。ということですね。ただ今日ブルペンで見ていましてね、はい、鈴木博士の横で柳選手が投げてたりですね、その隣で笠原選手が投げて、さらにその隣には小笠原慎之介選手が投げたということで、なかなか見ている方には壮観な見栄えのするこの人たちがみんな期待通りに活躍してくれれば、ドラゴンズの順位もぐっと上がるんじゃないのかなという楽しみなブルペンでもあったんですけれども、そんな中でその鈴木博選手の隣で投げていた柳選手なんですけれども、はい、今日83球投げました。お、結構投げましたね。結構この時期にしては球数多かったんですが、はい、本人はまあ普通にいい準備ができていますと。で、隣で鈴木選手が投げてましたが、ん?見てないです。と、明らかに見ていた雰囲気の答えで、見ていないということを言っておりました。はい、僕はまだ自分のことで精一杯ですと。で、去年は怪我があったので、今年はとにかく、キャンプの初日から精一杯、普通にできるようにまずは準備をしたいと。うん、で、バッティングピッチャーを早めにやるということを言われているんで、2月1日からもうバッティングピッチャーやれと言われればできるようにしたいですということを言っておりました。で、今年は1軍でローテーションを守るっていうのがまず一つの目標だと、それをしっかり果たせるように頑張りたい。で、今はまだまだだけれども、これからどん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 球数を増やしていって強度を上げていって、うん、まずは強度を上げた、力を入れた状態でも体が怪我をしない大丈夫っていうのをまずはしっかりと確認していかなければいけないし、そして何と言っても立場としてはアピールをしていかなければいけないと思うので、これからしっかりとキャンプオープン戦で自分の立場っていうのをアピールしていければいいと思いますということを柳選手も言っておりました。そうですか。まあ、やはり2月1日バッティングピッチャーやるよというのが、ピッチャーをどんどんこの合同自主トレの間からブルペンに向かわせているわけでしょうね。だからね、この十何人も入ってますと、田島投手も投げていたんですけれども、はい、本当にね、よくこれだけみんな仕上げてきたなというふうには見えましたね。そんな中ね、柳選手ですね、はい、明治大学の同級生の星選手、ヤクルトがですね、結婚というニュースがありましてね、星選手の結婚相手の方は明治大学の応援団のチアリーディング部に所属している方ということで、まあ、柳選手も知っているということを言ってましたけども、はい、だから柳選手にしてみればですね、こうやって、大学同級生の星が結婚し、うん、京田が結婚し、うん、
笠原が結婚しということで、うんうん、同い年の選手がもうどん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 結婚しているという状況になりましてね、ええ、柳選手、僕は僕、自分は自分ですということを重ねて柳選手は言っておりました。そうですか、はい、まあおそらく気にはなるでしょうけれどもねまあそうですね、はい、まあ、でも非常にいい雰囲気でやってますね、自主トレもね。やはりまあ今日は私も投手陣中心に見ていたんですけれども、はい、このメンバーがね怪我なく普通に活躍してくれればなということでね、楽しみなブルペンのピッチングではありました。はい、大沢さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、高松さん、やっぱりこの2月1日に、ね、バッティングピッチャーやってもらうぞって言われて、まあ、今日も13人入ったって話ですけど、当然2月1日の練習で13人は投げませんもんね。ですね、だから聞いてる限りキャンプリポートみたいな感じですよね本当ですよね、はい、だから昨日私はね、新聞の仕事で森監督と対談があったんですよね、はい、でその時もそれを力説してましたよね。結構組んでありますよね、練習試合を、はい、で練習試合以外でも練習の中でも実践的な練習をしたいと、だからゲーム形式みたいな、ね、はい、だからそのために1日にはバッティングピッチャーをできるようにしてこいと、それはして指令してあるっていうことを言ってましたね。ということはもう随分早い段階からもう実践形式の練習始まると今年は考えていいんでしょうかね、ということですよね、はい、岩瀬と吉見以外ですけどねということになりますね、はい、この時間星野選手さんとの思い出を語っていただこうと思います。まあ、東海ラジオ野球解説者の中でですね、鈴木さんが一番長く同じ現役としてユニフォームを着ていた方なんですよ。ああ、そうですか、10年一緒にやりましたね、選手として ね、そういうことです、はいはい、まあ、いろんなね、もう監督時代もう本当にいろんな思い出あると思いますけれど、しかも、まあちこちでも聞かれた後ではあるんですけど、でも語り尽くせませんでしょ。ああ、そうですね、どれを話していいかね、はい、どの出来事をね、はい、いっぱいありますからね、はい、でも星野さんっつったら、僕が入団した時が25歳ですよね、はい、で今の選手の25歳の選手と比べてですよ、比べちゃいけないんだけど、もう随分おじさんに見えますよね。全然違いますよね、しかも高校から入ったばっかりのね、少年にとっては。でも右も左も分かんない田舎者が入団したわけですよね、とんでもない世界に、うん、でまずキャンプですよね。キャンプですぐ僕を指名してくれたんですよね、はい、星野さんが、でキャッチボールだとか、はい、その相手がいる競技がありますよね、でそれは相手は僕 で、うん、でその時星野さんの存在っていうか何も威力も何も分かんないわけですよ、はい、それでずっとお相手、まあ、させてもらいましたけど、どうでしょうね。でもだんだん分かってきたのはあ、この人と相手するのは誰もいないな、だんだん分かってきました、それは、うん、だからね、最初から星野さんと出会ってそういうあれに触れましたから、ええ、すんなりプロ野球の中に早くなれたかなっていうのはありましたね、うん、でノウハウイロハはね、ええ、なんだかんだ教えてくれましたからね。そうですか、はい、でグラウンドだけじゃありませんでしたから、うん、で結構もう顔も広くて、で浜松だったんですからね、場所が、ね、はい、当時は、だ随分なんかお酒一滴も飲まないのに、はい、そういうとこが好きで、結構その付録みたいな感じで、ええ、まあ連れてある犬みたいですよね僕なんかその時はそんな感じでね、行ったのをすごくその今になると勉強になったかなっていうね、ありますね。でこれはもしかしたら自分が明治を断ってドラゴンズに入って、ええ、おそらくその時の明治の監督の本体っていうあの有名な島岡監督、はい、島岡さんに気に入られましたから私が、でもそれを蹴ってね中日入りましたからね、はい、だから島岡さんの方から星野さんの方へ、うん、こういうやつが行くから頼むわと、うん、そういう一言が入ってるなっていうのは感じましたね、はい、だからもう入団の時からですから、なんていうかな、本当なんかついこの間のようにね、うん、思いますもんね。本当にでもね、うん、選手時代はあれだけこう感情をむき出しにして、ね、そうなんですね、まあ、これはねもう私が説明しなくともね、はい、皆さん分かってることで、でもね、星野さんが先発の日はやっぱベンチの雰囲気が変わってましたからね、はもうこれも監督コーチもいるのに、もうなんか変な、変な張り詰めたね重い空気になるんですよね、うん、でだからもう凝視しますよね一球一球をね、はい、選手はね、はい、で帰ってきますよね。でちょっとでも打たれると、で水を口をゆすぐのに水、はい、氷水持って待ってるんですよね、はい、
ファースト打たれて帰ってくるとパーンってそのね、まあ、湯飲み茶碗ですね、それを叩きつけて割ってしまうんですね、まずそういうの見た時びっくりしちゃってプロ野球ってこんなんなのってね、はい、うん、ほんでね、笑い話じゃありませんけど、まあ、そのお茶を作ってくれるおばさんたちがあまりにも割れちゃうから一回プラスチックにしたことあるんですよ ね、うん、ね、この話有名ですよね、うん、もうね、俺たちの中じゃね、はい、明日プラスチック割れないもんだから、はい、それでまたストレス溜まっちゃって割れないことにストレスが、うん、そう、要はパリーンっていうところでストレスを多少発散していたのに、はい、プラスチックの湯飲みだと、はい、カランカランカランっていうでしょ、この音でまたプチーンっていう、そうなんですよね、だから周りも随分気を使いましたよ、で僕の舌になかなか入ってこなかったから、はい、これは随分長い間やりましたね、そういうことをね、でもああやって投げるんだっていうのも教わりましたけど、はい、これはもう到底真似はできませんでした。はあ、ね、あのガッツポーズだったりね、あの悔しがりをね、はい、あ、こうやってやるんだってのはね、野球ってこうやってやるんだって初めて出会いましたもん、うん、びっくりしましたねそれはね、でも何か教わるものはありますからね、そうですね、その投資みたいのはね、はい、形は違いますけどありましたね。今振り返って高松さんが鈴木さんから一番自分自身あの人から学んだことはこれだったんだなっていうのはやっぱ投資ですか。うん、投資、あとはもう勝つというより負けたくないっていうこと。はい、で俺はもう甲子園出れなかったと、私も出れなかったんです、はい、あと一歩で、星野さんもあと一歩で出れなかったんですよ、はい、でそういう、まあ、年は違いますけど野球人としての共通点がありまして、明治大学で活躍してるのに、はい、甲子園に出たやつには絶対負けたくないと、それはいいことを教わりましたよ。で僕はどっちかしたらのほほんとしてたから、はい、そんなこと何にも考えなかったわけですよね、それで言われて、あ、俺もそうだと思って、それはずっともう胸にしまいながらやってましたね、いっぱいいるわけですよ甲子園に出て、この、まあまあね、我々から見たら甲子園のスタープレーヤーとかね、はい、例えば今で言ったら小笠原慎之介なんかね、だからあいつには絶対負けないとかね、そういう気持ちは生まれましたよね。その負けないってのは野手相手で抑えてやるじゃなくて同じピッチャー同士でもっていうことですよね。そうです、そうです、でバッターでも甲子園に出たやつには絶対打たれるなって、それだけでも結構力になりますもん、甲子園出たやつがうじゃうじゃいますからね、プロ野球は。そうですよね、そうでしょ、うんうん、だからねそういうのは結構力になりましたね、はい、あと監督の時のね一つ面白い話はね、はい、僕は先発しててちょっと危なかったんでしょうきっと、で監督自らマウンド行きまして、でどうだって来たんですよ、どうだって、でどうだって監督に言われて、はい、ダメですっていう選手は一人もいないわけですよね、で私もいやいや大丈夫ですよって言ったら、いやお前は大丈夫だけど俺がもうダメだってね、あの時だけはね強烈に残ってる、指揮者うまいこと言うなと思って、まあ渋々ボール渡しましたもんね、うん、勝ちゲームですよ、勝ってるゲーム、俺がダメだって言われちゃったの見てらんないってことでしょ、はい、だからそういうね何厳しさっていうか、その何その中にもそのユーモアを持ってましたからね、まあそうですね、あれ僕星野さんの一次政権の時ってあんまり記憶ないんですけど、僕もあまりにもペーペーだったんで、星野さんってピッチャー交代にマウンド行ってましたか。いや行ってないですよ、よっぽどの時だけですよね。もう告げるだけ。そうですよね、はい、なぜか来ましたねその時ね、はい、まあ、やっぱそこはもうやっぱもう当時もう大ベテランの鈴木孝雅投手に対して敬意を表したという部分もあるんでしょうね。 100% なかったと思います。そうですか自然に歩いてきたと思う、もう見てらんねえってまあそれがねあったかもしれ分かりませんけど、はい、優勝旅行でね、これも面白い話ですよ。空港へ着いてトランクがね5つか7つ並んでましたよね、はい、で奥さんがいて、でこれ何が入ってるんですかって聞いたら、聞いてって、これ一つのトランクにカップシルクが満タンに入ってるんです、だこういう話をね紹介するとあ、星野さんってそういう人だったんだっていうふうになりますよ ね、はい、ね、ただの甘党どころじゃないですよねそこまでするっていうねそういう一面があったってことですよ、ね、あの雷を落とす顔に反してね、もうぜひ今日この話は紹介しようと思ってました結構意外ですね。意外でしょ、トランクいっぱいの、カップシルコだったんですよ、見てはいませんけど奥さんが説明してました、お酒一滴も飲めない人ですからね、
ね、お酒飲めないのに人と話すのが大好きでね、うん、そうですね、でまたそのそういう場所へ行くのは好きだったですね、うん、ね、ですよね、でもモテた悔しいぐらいモテた、あ、そうですか、そういう場所で、はあ、飲まないのにもう歌はうまいし、はい、かっこいいしねえ、まあそういうあれですね、思い出話と言ったらね、ですね、まあでもこの3球団でね監督やられたっていうのは、ええ、ドラゴンズの OB の中でもいないですよね、ドラゴンズの OB で3球団で監督ってのは、ね、いないですよね、いないですよね、ね、ドラゴンズの人がね監督やることは多いんですけど、はい、3球団はいませんね、ですよね、はい、まあ、そういう意味でもやっぱり球界からも必要とされていた人ということです ね、うん、ですね、これはもう言っちゃ悪いんですけど、亡くなってこれだけねずっとね、報道される、うん、この人もう二度と出ませんって、あ、もう出ないですよ、出ない、そうかもしれませんね、はい、まあ、本当改めて、ね、ご冥福をお祈りしたいと思います、今日は鈴木さんにこの時間星野仙一さんとの思い出を語っていただきました。さあ、金曜ドラジからのレギュラーコーナー、球団の部屋のお時間でございます、今回は中日ドラゴンズ企画営業部おなじみ水野陽一郎さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回お越しいただいた時にはまだ言える話言えない話あるという話だったんですが、年も改まりまして、はい、だいぶ言えるようになってきましたか。そうですね、徐々にいろんなものが見えてきましたので、はい、はい、お願いいたします。はい、まず沖縄キャンプが間近となりましたので、一番球団に問い合わせが多いのがドアラの滞在がいつなんだ、はいはい、ということがあるので、まあ、我々はドアラの滞在というより出没と言ってますけど出没以上の発表しているのが2月の1日から12日はもう確定で、はい、まあ、途中休日がありますんでそこはまあ出ないとしても、はい、まあ、休みの日も出てもらおうかなと思ったんですがそれは冗談ですけど、はい、で後半は確実なのがまだこれ発表してないんですけれども、21日以降はまあ出るんですが、ひょっとしたら14日以降もですね、はい、結局沖縄に長いこといるかっていう、そういう話を今してますので、ちょっと待ってくださいよ、はいはいはい、12日まで確定ですよね。これは確定してます、はい、14日以降ってことは、はい、練習休みの13日のみ、はい、もう彼にはねファンサービスたっぷり沖縄でやっていただいてですね、あ、はい、そうなんですドアラにはねちょっと頑張ってもらわなきゃいけないんですが、本当ですね、まあ、トレーニングもね、はい、してもらわないとちょっと年間通じていろいろとできないんで、はい、選手と同様にやってもらおうかなと。ドアラもトレーニングするんですね。もちろんですよ、はい、そうなんです。まあ、この辺は来週中にはですね、12日以降のスケジュールを公式ウェブサイトで発表するというふうにはなっておりますが、はい、まあ、今言ったことが大体そんな感じかなと。なるほど。いう感じになってます、うん、それから沖縄キャンプではですね、まあ、毎年ですがふわふわのドアラを無料で楽しんでいただけるようなものを設置します。名古屋ドームで、はい、特に週末なんかに、はい、よくデッキずっと名古屋ドーム前野台から行った時にあるやつですよね、はい、そうです、そうです、はい、はい、新しく見れ、リニューアルというか、ああ、そうなんですか、少し綺麗にしてますので、はい、はい、それからスタンプラリーもやります。まあ、やはりチャタンと読谷と両方見ていただきたいので、両方のスタンプを押すとオリジナルステッカーがもらえちゃうというようなこともやります。はい、で、まあ、あとはですね、これも選手ともちょっと話してるんですが、まあ、お客様はファンの方はやっぱり行ったらサインが欲しいとか写真撮りたいとか、まあ、いろいろあるんですが、一番はやっぱり練習なんで、はい、練習に集中させてあげてほしいと、うん、いうことは、まあ、福田とも話したんですが、福田選手はもう練習終われば、時間さえあれば、そういうのはもうどんどんやりたいと、うん、いうことは言ってたんで、はい、まあ、臨機応変にちょっと対応 してもらおうかなというふうに思ってます。はい。はい。それとですね、沖縄で、まあ、グッズの話がいろいろと出てるんですが、沖縄限定グッズというのを、まあ、今年は約15種類販売するんですが、多いですね、そうなんです、はい、でこれ本当に名古屋に来て買えないです。もう沖縄でしか買えないグッズをですね、うん、まあ、例えば今日ちょっと見れないんです、ここに持ってきたのは T シャツですね、はい、まあ、これ選手にも着てもらおうかなと思ってるんですが、こういう T シャツとか、まあ、ニューエラの帽子とかですね、キーホルダーとかいろんなものをちょっと用意してますので、これデザインは私が言っちゃっていいんでしょうか。あ、まあまあいいですよ、いいですよ、はい、今水野さんが手元にね、はい、持ってきてくださったのが、はい、シーサーの顔をしたドアラというか、はい、シーサーにドアラの耳がついたというのか、はい、混ざっちゃってる感じのね、はい、そうなんですよ、はい、でもこれ選手着て、はい、チャタンを歩いてたり読谷歩いてたりって思うと面白いですよね、はいはい、そうですね、結構、うん、来てもらおうかなと思ってますんで、はいはい、沖縄限定で、沖縄限定で、沖縄でしか買えないです、はい、色は
色はこれとまだ黒があったかな、確か、はい、今日はちょっと濃いめの水色という感じですけどね、まあ、あの一手のデザインは今言いましたけど、お楽しみですよね。そうですね、はい、沖縄行けない人はちょっとなんだって言われちゃうかもしれないですけど、まあ、周りで行く人があったら、あれは絶対買ってきてねと、そうですね、いうことですよね、はい、はい、そうなんです。ということで、まあ、キャンプ情報まだこれからいろいろ出てくるかもしれませんが、はい、今お話したところはそんなところで、うん、はい、あります。はい、はい、そして、まあ、私の担当ですけど、チアドラゴンズ、はい、年末も言ってましたけれども、今も練習1日3時間から6時間たっぷり、まあ、ほぼ毎日、ね、チアドラゴンズの皆さんも3月30日の開幕に向けてということですよね、はいはい、そうなんです、そうなんです。衣装も決まってですね、ちょっとここにデザインを持ってきてるんですけど、これもお見せできないですけどね、もちろんね、はい、こんな感じでちょっとかっこよく、こんな感じって怒られちゃいますけど、まあ、今年も青を基調とした、はいはい、そうですね、はい、デザインということですが、青を基調してますが、はい、これはこれも言っていいんですかね。まあ、いいですよこれは、はい、まあ、要はその青と白を基調としつつ、はいはい、基本そのデザインはドラゴンズっていうその球団ロゴがいっぱい入ってデザインとなるという感じですよね。そうですね、ドラゴンズらしく、やっておりますけれども、はい、まあ、爽やかにアクティブにというのなんですけどね、うん、はい、こんなのも今どんどん進めてます、はい、それからまあ演出に関わってくることなんですが、そこのチアドラゴンズ、今までオープニングダンスといって4分長い尺で結構見ていただいてたんですけれども、あの試合前のやつと、そうです、そうです、ね、これを2曲に分けてですね、はい、1曲はまあ2分ぐらいですけど、見せるダンスパフォーマンス、はい、だけどもう1曲は後半の方ですけども、スタンドのお客様と一緒になって楽しめる、要は手叩いたり、はい、ご年配の方でもこう手ぐらい触れると思うので、はい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 、みんなで一緒になって試合前盛り上げてもらおうかなというような趣向を今ちょっと考えてまして、もう曲もいろいろと作って動いてます。そうですか、はい、じゃあ今までは試合前は4分のダンスがあったのが、はいはい、これからは2曲毎試合名古屋ドームであるということですね。そうなんです。へ、2曲は一体になって楽しめると、はい、そういうことなんです。はい、だから最初は見てもらって、その後みんなで楽しもう、はいはいはい、まあ、この辺がちょっと今までと全く違うところ、はい、はい、解説者も楽しめる、もうぜひ楽しめる、ね、そんな感じ。まあ札幌ドームじゃないですけど、はい、もう場内整備とか、はい、売り子さんもやりましょうよ。そうなんですよ、もうそこはね、もうぜひやってほしい、ね、メジャーでやってますもんね、はい、そうなんです、はいはい、もう簡単なんで皆さんもね、手振ったり叩いたりするだけになってくると思いますね、はい、ぜひそこをお願いしたいと思います、はい、はい、でまあ演出なんかはですね、照明が LED に変わるということで、はい、電気を消したりつけたり、まあ試合中はできないですけれども、うん、試合終わった、特に勝った試合の後は照明を使ったパフォーマンスはもうやります、うん、はい、返さないぞっていう感じだね。そういうことです。勝ったらね、はい、そうなんです、はい、もうまあ勝ったらヒーローインタビューとかね、いろいろあるんで、ね、なかなか帰る方もあんまり、まあ、時間も関係もあるんでしょうけども、はいはい、まあ、それが見たいということで残っていただけるような、うん、そんな演出を今考えております。はい、はい、といったところで、まあ、いろいろとまだあるんですけどもね、はい、はい、どん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 今作ってる最中ですよと、うん、ですね、はい、そうなんです。まあ、だからまあその試合終了後、特に勝った後のパフォーマンスっていうのが、はい、LED に変わったことによって、はい、つけたり消したりが簡単になった分、はい、要は暗くしてどう見せるかということですね、はい、結局ね、そうなんです、そうなんです、色も変わるので、それで、そうか、演出もできますし、まあ、音に合わせたりとかももちろんできます。色が変わるって、照明の、そうです。照明の色が変わる、変わります。はい、ただ、試合中はそれはもうとてもじゃないけどできないので、はいはいはい、それも大変大変。もう終わった後にそういうことができちゃうという。はい、はいはい、ということは、まあ、去年のね、はい、106ビジョンができただけでも、随分こう、名古屋ドームグランド入った時のイメージ変わりましたけど、はいはい、今年はさらにちょっと名古屋ドーム、今まで行って、はい、長屋ドームってこうだよねって思ってるイメージは覆されますね、これ、ね、だんだん、そうですね、うん、もっと一気にやれたかったんですけどね、まあ、徐々にこう良くなっていくかなと。なるほど、はい、ということですね。だいぶ具体的な内容が出てまいりましたですね。力入ってるのは選手だけじゃありませんね、はい、いやもちろんでございますよ、ね、はい、そうです。ドラのキャンプも大変だな、本当そうなんです、はい、ね、でも本当にこうやっていろんな人が一生懸命ね、ドラゴンズ盛り立てようと頑張ってるんで、はい、選手の皆さんもね、はい、ぜひそれに応えて頑張ってほしいですよね。そういうことですね、そういうことですね、やっぱり勝たないとね、はい、ですね、はい、じゃあ水野さん、また引き続き楽しい情報をお待ちしておりますので、はい、またぜひよろしくお願いいたします。失礼いたしました、はい、どうもありがとうございます、はい、今日の球団の部屋、中日ドラゴンズ企画営業部、水野陽一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。月曜日から金曜日まで毎日違ったテーマで一人の選手に迫るウィークリーディープレイヤー、今週は鈴木翔太投手をお送りしてまいりましたが、今日が最終回、今日のテーマ、今シーズンの目標です。
同じドラフト1位で鈴木浩史投手が入ってきました、はい、ドラゴンズ同姓の選手がまた増えましたねそうですね何人いるんでしょうね、はい、っていう風になりますが本当ですね、はい大野雄大、大野翔太とスコアボードには名前が出そうですが、はい、鈴木翔太はどうしますか。いや僕もなんか鈴木翔太となんか中途半端だなと思うんで、鈴木翔太フルネームで行きたいなと思いますね。ああ、じゃあこれは鈴木浩史選手がフルネームで行きましょうと言えば、もう二人でじゃあ意見が一致するわけですね。そうですね。はい。うん。じゃあおそらくその方向になっていくと。思います。いうことですね。はい。若手のピッチャーが。はい。もちろん鈴木さん含めて、いろんなライバルがいますね。そうですね。うん、はい。やっぱり、柳さんとかも、新之助もそうですけど、やっぱりその、若い人たちでまず、チームを盛り上げていられるように、まあ僕も負けたくないんで、お互い切磋琢磨してやっていければいいなと思います。去年の、まあ、6月あたりに、はい、鈴木、柳、小笠原、ドラ1トリオというふうに、我々メディアも取り上げていましたけれども、はい、あの頃、ご自身としてはどういうふうに受け止めてましたか？その時は、僕が火曜日に投げて、で、土曜日、日曜日に新之助と柳さんが投げていて、ね、僕の前に投げていたんで、うん、やっぱりいいピッチングをしてて、で、投げて、休み、秋に僕だったんで、いや、俺も負けてられないなっていうは、気持ちにはなりましたね。なるほど。なんとなく我々は6連戦の頭に鈴木さんが投げているっていうふうに見てましたけど、はい、投げている本人にしてみれば、自分の前に投げていたのが、小笠原慎之助で柳優也であったと。はい、そうです。で、二人ともいいピッチングするんで、うん、なんかプレッシャーではないですけど、うん、負けてられないなとは思いましたね。でもなんか今の話聞いていいですね。バチバチに意識してますね。はい。なんか、あんまり周り意識しないようにしたんですけど、うん、やっぱりでも、その、年も近いですし、うん、寮生だったので、その時は、うん、普段ずっと一緒にいたので、うん、すごい意識はしましたね。鈴木さんから見た柳選手は、どんなタイプの男ですか？去年の春のキャンプから、一緒の部屋だったので、うん、あ、そうか。はい。で、その時から見たんですけど、やっぱり、人としてすごい、ちゃんとしてる人だなと思って、すごい人間っていうのができてるな、っていうのはすごい感じましたね。うんうん、僕にもすごい気を使ってくれる先輩でしたね。はい。小笠原慎之助選手はどうでしょう。ああ、あいつは舐めてます。みんなそうやって言いますね。可愛らしいですよね。はい、それが可愛いですね。ねえ。そしてまた鈴木浩史選手も入ってきてということで、はい、若手選手の競争が楽しみになってきますね。そうですね。はい。うん、でもやるからには僕も負けるつもりはないんで、うん、はい。頑張りたいと思います。そして今シーズンの目標抱負というのは、鈴木さん自身はどんなことを考えてますか。去年は一つも貯金を作れなかったので、まずは貯金を作れるピッチャーになりたいと思います。今週1週間通してお送りしてまいりました鈴木翔太投手最終回をお送りしたわけなんですが、まあ鈴木さん、はい、今日大沢アナウンサーからのねレポートにもありましたが、まあ本当にこの鈴木翔太しかりで、今日83球投げたという柳しかり、もう本当こういう若手がローテーション形成して1年通せば、ね、ほら、おのずとその先なんか見えてきますよね。うんですね。だから今聞いてても、話には出てきませんでしたけどね。やっぱ勝ち星より規定イニングですよ。規定イニングなんとか到達しようと。うん、そうすれば必ずいいことがいっぱいついてきますから。そうですよね。はい。それを大きな目標にしてほしいかなと思いますね。それには怪我とかね。はい。打たれてまた二軍落とされるとか、それしてちゃ達成できませんからね。そういうところですよね。まあ、去年5勝を挙げたわけなんですが、やはりこのフォアボールを出さないっていうのを常に課題に挙げてて、ね、だんだんそれができるようにはなってきてますよね。うんうん、ですね。まあ、減ってはきてますね。うん、だから、ね、フォアボールの考え方なんですね。はい、フォアボールっていうのはもうピッチングの中に入ってるわけですから、あとホームラン打たれることね、これ全部入ってるわけですから、うまく付き合うということですよ。一つ出すとおどおどしてしまって、またフォアボール出す、そしたらもうそれで潰れてしまう、はい、なんてこともあるでしょ。だからフォアボールっていうのはもうついてくるもんなんだなっていうぐらいの考えでいけるかなっていうね、うん、そういうところにもなんか一つコツがあるんじゃないかなと思いますね。そういうことですよね、はい、ちなみに、まあ、鈴木翔太ですが、やはり今年はまだキャンプそしてオープン戦とアピールをして先発ローテーションを勝ち取らなければいけない立場ですよね。 もちろんそうです ね特に実戦3月ですよね。うん、本当に一シーズン通せるかどうかですよ話は。ですね、はい、でもぜひともね、
そういう活躍を今年見せてくれると。ファンの人はみんなイメージしてると思いますよ。そうですよね。そういうこと。はい。今週は鈴木翔太投手をお送りしてまいりました。来週のウィークリーディープレイヤーは大野雄大投手をお送りします。来週月曜日のテーマは昨シーズンを振り返って、明日のウィークリーディープレイヤーも、あさって、月曜日のウィークリーディープレイヤーもどうぞお楽しみに。さあ、今日は鈴木さんにお越しいただいておりますけれども、ここでちょっとメールも一つご紹介しておきましょうね。こちら、岡崎市の銭形ハイジさんから鈴木さんへ。イチローや松坂獲得してほしいとは思っていますが、若手起用の方針とは矛盾しませんかね。まあ、だからそこの格闘ですよね、結局ね。だから、まあ、いろんな人に聞いてますけど、やっぱ松坂でも見てみたいっていう人は圧倒的に多いですもん。したら今度戦力にならなかったらどうするのっていう話になりますよね。だからそういうとこじゃないですかね。試験が23日、来週火曜日です ね。これはテストやるってことはもう松坂は入りますよ、ほぼほぼ、ね、入団戦すると思います、ね。はい、あとはどういう活躍をグラウンドで見せてくれるかですね。そういうことですね、実戦の中でね、はい、そういうことです、はい。名古屋市中川区、ラジオネームわっくんさんから、イチロー選手へのオファー、松坂選手の入団テストが話題になっています。賛否両論あるとは思いますが、鈴木さんどう思われます？あ、現有勢力ではまだ 3,4 年はかかるかなと思うんで、つなぎと言っちゃ失礼かと思いますが、この2人の力を借りるのもありかなって私は思うんですけど、といただきました。まあ、正直言ってあれですね、戦力になるかどうかですよ。うんですね、もちろん一軍のね、はい、要するにその支配下登録選手の中に名前がありますだけじゃダメってことですよね。そういうことですね。だから松坂を見たい人はいますけど、一回見りゃいいだろうっていうぐらいですよね。はあ、はい、私も見てみたいですもん、一回。だからそれぐらいじゃないかなと思いますね。まあ何しろ戦力として考えて役に立つかどうかだけですね。はい、まあ、その辺はあくまでもまあ23日のテストで見極めた上でということにはなろうかとは思いますけどね。そういうことですね。ただどうですかね、もうやっぱりもうあのぐらいの選手になればもうお金じゃなくて、とにかくもう自分が純粋に野球やりたいっていう気持ちだけで来てるわけですから、まあちょっと心がけっていうとちょっと言葉悪いかもしれませんけど、やっぱ気持ちは他の選手と全然違うでしょうね。違うでしょうね。昨日森監督の話はね、松坂についてあの入ってもらったらその野球だけじゃなくて若い選手に必ずプラスがあると、うん、これはもうありますね、はい、これはプラスアルファ必ずあります、ええ、ただ戦力としては松坂については俺が責任を持ちますからっていう断言してましたね、うんうん、なるほどね。だからどうでしょう、入団した時西武のコーチだったでしょ、はい、監督がね、ええ、でちゃんと着地させてあげたいんじゃないかなっていうね。あ、それも絡みあると思いますよ、一人の一時代築いた選手としてはね、はいはい、確かにそういうところあるかもしれませんね。はい、まあ本当でも鈴木さん、もう年明けて今日19日ですけれども、もうあっという間にキャンプ初日にね、またブルペン入って一生懸命やってるのは、もうその1日バッティングピッチャーやるためとかなんとか、もうなんかもうついそこまでキャンプも迫ってきたっていうのをひしひしと感じます ね、うん、ですね。もう始まったんじゃないかなっていうような、ね、雰囲気になってますけど、はい、これから1週間選手は気が重くなるでしょうね。26日出発でしょ。そうなんです ね。ちょうど1週間後ですよね、はい、さあ今年キャンプ頑張るぞなんて思えませんからね、うん、そこなんですよね。本当ですよ、うん、気が重くなるね。これで、はい、沖縄キャンプ地へ着くと、はい、まあ諦めの境地で、はい、よし行くか今年もっていう風になるんですね。もう着いちゃったらもう、はい、で選手は不思議とユニフォーム着るとのね、その気になりますからね。そうなんですよ。だ結局ユニフォームの力を借りなきゃいけないんですよ。なるほど、ね、ユニフォームっていかにすごいかっていうのはね、はい、感じますが、実は今日は、はい、前野さんも名古屋球場の自主トレの方に取材に行かれたということで、はい、午前中行っていきまして、どうですか、なかなか普段ね仕事の都合で行けませんけど、はい、そうなんですけども、本当にブルペンで選手の皆さんが投げてる様子を見させていただいたんですが、本当に今日たくさんの方が投げてらっしゃいましたし、まだ私は投げてるフォームだけで誰が投げてるのかっていうのは正直わからないんですよね。ユニフォーム着てるわけではないので、なんですが、まあ、鈴木博選手は名前の入ったビブスを、あ、そうかそうか、ルーキーだけはね、はい、はい、それに投げるときに必ず振りかぶって投げていたので、すごく印象が残ってますし、小笠原選手はやっぱりまず左手で投げて、あの体型ですよねやっぱり遠くから見てても分かりやすい体のラインをされているのですごく分かったなと思いますし、でも今日そんなたくさん並んで投げた他の球団に行ったらそんなことありませんからね、はい、ちょっと貴重だったなっては今思いますね、はい。
さあ、というところでお時間でございます。今日はゲスト杉高真さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてお相手東海ラジオ村上和弘と前野沙織でした。